小学校や幼稚園に通う児童や園児に対し誘拐を予告するメールが届いていたのです。子供を誘拐してやるぞとかなんかして脅迫めいたことが保護者宛に届いたということで注意喚起のメールが届きました。自治体に届いた誘拐予告にはこう書かれていました。6月24日に江東区内の幼稚園小学校からランダムで選択し、帰宅途中の幼稚園児や女子小学生を334人誘拐する。今日園児ら334人を誘拐するという誘拐予告です。なんかすごく不気味だなと思いました。なんか怖いな本当に。今日はあんまり外出たくない。外出たくない。子供たちや保護者が恐怖を感じる誘拐予告、その真意は分かっていません。番組が今日23区に確認したところ、誘拐予告は10億を除く22の区に届いていたことが分かりました。そして誘拐予告にはすべて334人という具体的な数字が書かれていました。本当心臓が止まる思いをするというか、命をかけて自分の子供を守っていかなきゃいけないので。午後、誘拐予告があった渋谷区の小学校で下校が始まりました。午後2時です。予告のあった区内の小学校の付近では下校時間に合わせ警察官が警戒を行っています。小学校では集団下校を行ったり、保護者が迎えに来るなど警戒が続いていました。